今は善の神の力弱いから、善の臣民苦しんでいるが、今しばらくの辛抱ぞ。悪人層なかりで善の肉体に取りかかろうとしているから、よほどふんどししめておらんと負けるぞ。親や子に悪の神かかりで苦しい立場にして、悪の思うようにする仕組み立てているから、気をつけてくれよ。神の、もう一つ上の神の世のも、一つ上の神の世の、もう一つ上の神の世は、戦すんでいるぞ。三四五から五六七の世になれば、天地光りて何もかも見えすくぞ。八月のこと、八月の世界のこと、よく気づけておいてくれよ。いよいよ世が迫りてくると、やり直しできんと申してあろうがな。いつも剣の下にいる気持ちで心引き締めて降りてくれよ。臣民公で食べるものばかりで生きているのではないぞ。八月の十五日、ひつく神と神の、ひつきゅうの神しるさすぞ。